5日の支出は1882円です。はい、スーパーで買い物をして1882円です。はい、預金残高は741万8761円です。今日の晩ご飯は、この前いつだったか作った、無水油鍋、そば鍋か、無水油そば鍋を作ろうとしたら、ニンニクを忘れたので、ちょっとニンニクを油で炒め、ごま油で炒めたやつをかけるんですが、まあ、ニンニクを買い忘れたので、そのまま油かけずに 鍋に、炊いたら、白菜の水分だけじゃ足りなくて焦げついてきたので、水を足して、そして札幌一番のスープで味付けした鍋です。なんか1分ぐらい喋っちゃった。それではいただきます。水足した分やっぱ味薄い。白菜はまだ煮えてへんかな。豚だっけ。もうちょっと置いとこうかな。油かけたのにどうしても固まっちまうぞ。油足りんのか。どういうことだ。うわ、全然大きすぎた。うわ、全然落ちてけえへん。
ついてるし、ザルに入れてんのがいけないんか。うわうわ、ああもう、ああもう、ああもう、あーラーメンがもったいねえよ。打ち切ってもこう入れたい。白菜と豚肉入れて、で水をちょっと何ぐらいだった 100cc ぐらいだったかな、足して、で札幌一番味噌ラーメンのあのスープを混ぜて、どれも結構いけると思います。はい、ちょっと味薄もありますけどね、味濃いのやった、前作ったあの淳二さんの紹介してたレシピ、あれ通り作った方がいいと思います。はい、ビール2本目いってます。うん、結構残ってたな、雑に入れたから結構残ってる。じゃあご視聴ありがとうございました。ピルヤンでした。またねー。